やっと起きたか。ルイおはよう。おはよう。って、うん、ここってどこ？俺も目が覚めたらここにいたからわかんないんだぜ。目を覚ましたら知らないところに連れてこられたって、それって一体どういう…ごきげんよう。今から君たちにはこの場所からの脱出をかけたゲームをしてもらう。ゲームの名は世界一ゲームだ。なんだって？脱出をかけたゲームってどういうことだ？多分ゲームに勝たないとここから出られないってことだと思う。その通りだ。ねえ、僕ゲポージ戦隊おじれちゃん見るところだったのに、早く出してよ。そうだそうだ、俺だってクラスの女子に話しかけられてモテモテになる予定があったんだぞ。それ予定って言わないよね。残念だが、世界一ゲームに勝たない限りこの部屋から出ることはできない。やだ、出せ出せ。待て待て、落ち着いて。二人とも大声出したってこの部屋から出してくれないと思うよ。そう、じゃああのおっさんの言う通り世界一ゲームってやつに勝つしかないのか。どんなゲームなんだ？そう、うん、では世界一ゲームのルールを説明しよう。君たちにはいろいろな世界一の記録に挑戦してもらう。紹介しよう、これは世界一ロボット。こんにちは、ゲームを始めましょう。うわー、ロボットが喋った。世界一ロボットはあらゆる世界一の記録がインプットされている。このロボットに一度でも勝てばここから出してやろう。ということはゲームに勝てなかったら？もちろん一生ここから出ることはできない。そしてチャンスは6回のみ。そんな、小学生でも狙える世界一の記録6000。では最初のゲームだ。ルーレットスタート。ゲームはスイカの種飛ばし世界一だ。挑戦できるのは1人。スイカの種を口に入れ、何も使わずに口の力だけで飛ばす。より遠くに飛ばした方が勝ちだ。スイカの種飛ばし？なんか思ったより簡単そうだな。全然簡単じゃないよ。スイカの種飛ばしの世界記録は確か22メートル91センチ。では私から行きます。すごいすごい、遠くまで飛んでたね。世界記録を出すロボットっていうのは本当みたいだ。こんなの勝てるわけないよ。いや、俺たちなら絶対に勝てる。ルイ、ここは俺に任せろ。世界一の記録を塗り替えてやるんだぜ。ゴーンジ、何か作戦でもあるの？うん、もちろんだぜ。ペケッツ、サイコサイコロ貸してくれ。はい、サイコサイコロ。これを使って超能力で種を遠くまで飛ばしてやるんだぜ。ルール違反発見、ルール違反発見、道具は禁止です。ゲー、マジかよ、くそ。なあルイ、スイカの種を遠くに飛ばす裏技ないのか？コツならあるけど、種を飛ばす瞬間に思いっきり息を吐き出すんだ。つまり息をいっぱい吸ってから吐き出せばいいんだな。はっ、すーっ、あ、間違って種飲み込んじゃった。スイカの種をどこまで飛ばせるか。そんなに飛んじゃったらどこに落ちたのか探すの大変そうだよな。世界一になれそうだ 50%。 最初のゲームはロボットの勝ちだな。次のゲームはこれだ。鉛筆立て？どんなゲームなんだ？これは机の上に何本鉛筆を立てられるかで競う。ただし使うのは片手だけ。参加者は1人、時間は1分だ。私の番です。55本。これも世界記録だ。これに勝つには約1秒で1本のペースで立てないといけないけど、こんなこと僕らには。その記録は僕が塗り替えるよ。あかんねねねた。すごい、いつの間にそんな技を。で、鉛筆が机に刺さってる。これもしかしてパワーアップシール？やっぱりペケツアイテム使ってるし。ふふい、シールだったらロボットも気づかないもんね。あかんねねね。おーい、聞こえてるぞ。失格。なあ、そんな。なあ、でも難しいのに55本なんて無理だよ。世界一になれそうと 10%。 チャンスは6回しかないんだから、2人ともこんなズルばっかりしてたら大変なことになっちゃうよ。はーい。次は100人折りズル世界一だ。5分以内に100人同時に何羽の折りズルを折れるかを競ってもらう。100人って僕たちは3人しかいないんですけど。問題ない、うちのアルバイトを97人貸してあげよう。わー、いっぱいだね。じゃあ人100人対ロボット100体の勝負ってことか？いいえ、私だけで十分です。おお、かっこいい。では行きます。すげー、206はやっぱり世界記録だ。でも1人サンバ折るつもりでいけば勝てると思うよ。サンバだったらいけそうなんだぜ。今度こそ勝つぞ。そうだね、頑張ろう。アルバイトの皆さんもよろしくお願いしますね。あの、僕たち折り鶴の折り方を知らないんですけど。100人で折り鶴、5分でいくつできるかな。100人なら千羽鶴もちょちょいのちょいだ。世界一になれそうだ 80%。 次はハイタッチ世界一だ。挑戦できるのは1人。挑戦者は横に並んだ人に順番にハイタッチをして、1分間に何人とハイタッチできたかを競ってもらう。では行きます。終了。
録は？これは世界記録だ。僕はちょっと自信ないけど、どうする？なんか簡単そうだから僕がやる。お、じゃあペケツ頼んだぜ。任せなさい。準備はいいか？ではゲームスタート。おりりりりりり、すごい勢い。でも手が届いてないね。1分にハイタッチ何回できる？ちゃんと僕に手の高さを合わせてよ。世界一になれそうと 40%。 次は顔に洗濯バサミ世界一だ。制限時間はない。一人の顔に洗濯バサミを挟んでいき、何個つけられたかで競ってもらう。記録51個です。これは痛そうだぜ。ルイ頼んだ。頼んだ。だってルイだけまだ一度もやってないじゃないか。まあそうだけど、わかったよルイ、頑張れ。でもさ、ちょっと思ったんだけど、ロボだから痛みとかないよね。ずるくない？確かにずるいな。ちゃんと痛いです。あ、そうなんだ。顔につけた洗濯バサミの数、これは痛そう。絶対やりたくないんだぜ。世界一になれそうだ 40%。 痛。情けないな、また負けちゃったじゃないか。そんなこと言ったって、相手は世界記録なんだから簡単に勝てるわけないでしょ。ロボ強すぎるよ。このままじゃ月報寺戦隊見れないじゃないか。次は息止め世界一だ。水の中でどれだけ息を止めていられるかを競ってもらう。息止めなら得意だぜ。今度こそ絶対に勝ってやる。って、おい、それなんだよ。酸素ボンベです。酸素ボンベって道具使っちゃいけないんだろ。失格じゃないのか。ロボットの一部なのでこれは OK です。ロボットなのに呼吸するんだね。しかも世界記録は24分37秒だし絶対勝てないよ。では始めよう。よーい、スタート。くそ、やってやるんだぜ。ゴー、頑張れ。ゴーンジ、大丈夫？すごい、5分も我慢してる。頑張れ頑張れ、ゴーゴー。ゴーンジ、大丈夫？危なかったぜ。ゴーンジ、大丈夫？危なかったぜ。でもまた負けちゃったね。仕方ないよ、5分我慢しただけでもすごいのに24分なんて。悔しいぜ。まだ世界一ロボットは水の中で、で、露天してる。水の中で息を止めている時間、5分間息を止められるってすごいのか。普通は長くても 1,2 分ぐらいだから本当にすごいと思うよ。世界一になれそうだ 0.5%。 だ、大丈夫？大丈夫じゃないね。しまった。水中ゴーグルと酸素ボンベで完璧のはずだったのに、防水機能をつけ忘れてしまった。防水って？防水は外から中に水が入らないようにすることだよ。あのロボットは防水をしていなかったから中に水が入って壊れちゃったみたいだね。ってことは勝負はどうなるんだ？世界一ロボットは壊れたから失格。つまりこの勝負は君たちの勝ちだ。やった！こうして僕たちは無事にお家に帰りました。めでたしめでたし。月報寺戦隊おうちレンジャー終わっちゃったじゃん。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわ。